こんにちは、エバトタケシです。今回は、なぜあの人は、どうでもいいことに腹を立て、ねちねちと説教することができるのか、というテーマでお話ししていきたいと思います。禁止するとは、したいことをしてはいけない、搭載つけることです。したくないことは、何も言われなくてもしないので、してはいけない、搭載つける必要はありません。 命令するとは、相手の意思に関係なく、これをしろと強制することです。相手がやりたいと思っていることは、命令しなくてもやってくれるはずです。なので、大抵の場合は、相手がやりたくないと思っていることをやらせるために命令します。自分に禁止するとは、本当はしたいと思っているのに、してはいけないと自分を押さえつけることです。自分に命令をするとは、 本当はしたくないと思っているのに、しなければいけない、と自分に強制することです。禁止も命令も、意に反することを自分に強要し、自分に我慢をさせたり、自分に苦しい思いをさせたりします。本当は食べたいと思っているのに、ケーキを食べてはいけない、焼肉を食べてはいけない、ポテトチップスを食べてはいけない、と禁止することで、ストレスがたまります。 嫌な仕事でも耐えなければいけない。付き合いを大事にしなければいけない。みんなと仲良くしなければいけない。と命令することで、心が疲弊していきます。自分に禁止したり命令したりするのは、自分に辛い思いをさせるということです。したいという気持ちを、してはいけませんと抑圧することにエネルギーを使っていると、心が疲れてきます。したくないという思いを、 しなければいけないと押さえつけることに力を使っていると、どんどん精神状態が悪くなっていきます。自分に対する禁止や命令が多ければ多いほど、心が疲弊していき、感情をコントロールするのが難しくなります。怒りが湧き上がってきたとき、その感情を抑えることができず、相手に怒りをぶつけてしまうことがあります。心が疲弊していると、ここで切れたらまずいな、 ここは一旦我慢しておこうと抑えることができず、切れたらまずい状況で怒りを爆発させてしまうことがあります。何々してはいけないという禁止や、何々しなければいけないという命令が多ければ多いほど精神状態が悪くなり、イライラすることが多くなります。イライラすると攻撃的になり、他人を攻撃したくなります。 自分に対する禁止や命令を増やせば増やすほどイライラが募り他人を攻撃せずにはいられないという状態になってきます。例えば、わさびを醤油に溶かして刺身を食べている人を見ると激しい怒りが湧き上がってくる人がいたりします。そのような人はわさびは醤油に溶かしてはいけないと自分に禁止することで自分に我慢をさせています。わさびは刺身に乗せなければいけない。 と自分に命令することで自分を苦しめています。自分が作った禁止や命令で自分をイライラさせているということです。そのような人は、お前は刺身の食べ方が全くわかっていない。お前は育ちが悪いからそんな食べ方をするんだよ。お前はバカだからそんな食べ方しかできないんだよ。とネチネチと相手を攻撃したりします。俺が正しくてお前が間違っている。 間違っているものは正さなければいけないという論理を使い相手を批判します。しかし本当は俺がこんなに我慢しているのに、俺がこんなに苦しんでいるのに、お前だけそんな食べ方をするのは許せない、羨ましいじゃないかと嫉妬しているだけにすぎません。イライラしたくない、機嫌よく生きたいと思うのなら、 自分に対する禁止や命令に気づき、一つ一つ取り除いていくことです。わさびを醤油に溶かしてはいけないと禁止している自分に気づいたら、わさびを醤油に溶かしてもいいし、溶かさなくてもいいけど、自分は溶かさない方を選んでいるだけだと言い換えることができます。禁止しているからそれができないという状態から、自分の意思でそうすることに決めたという状態に変えることで、 心の負担を取り除くことができます。わさびは刺身に乗せなければいけないと命令している自分に気づいたら、わさびは刺身に乗せてもいいし、乗せなくてもいいけど、自分は刺身に乗せる方を選んでいますに変えることで、自分は強制されていないと自由を感じることができます。しなければいけないことをしているから、したいと思ったことをしている に変えることで心を楽にすることができます。あるいは、本当は自分もわさびを醤油に溶かして食べたいんだという思いがあるのなら、その気持ちを受け入れて自分の願望を叶えてあげることもできます。自分に対して禁止や命令をすることで心が疲れていき精神状態が悪くなっていきます。イライラが強くなればなるほど、 他人の些細な言動にムカつくことが多くなり攻撃せずにはいられなくなります。なので禁止や命令を増やして自分を苦しめないように気をつけてほしいと思います。できるだけ自分に我慢をさせないように自分に好きなことをやらせてあげてほしいと思います。どうしてもしたいことができない時やしたくないことをしなければいけない時は 私は自分の意志でこれをすることを決めた。と心に負担をかけない言葉を選んで使っていきましょう。今回も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日を送っていきましょう。エバトタケシでした。